特別区2011年の問題です。ある作業を ABC の3名で行う。1日に行う仕事量の割合が A 対 B 対 C イコール3対3対2であり、3名が休まず仕事をすると30日で終了することが分かっている。今作業の終了までに A が5日、B が3日、C が4日休むとき、この作業に要する日数はどれかという問題です。日を含む仕事算ということになりますが、1日あたりの仕事量が3対3対2、A 丸3、B 丸3、C 丸2と表したいと思います。となりますと、3に合わせれば足し算です。3足す3足す2で合計丸8。1日あたり8の仕事をするということになるわけなんですが、3名が休まず仕事をすると30日で終える仕事となりますので、1日あたり8の30日分、30倍、30倍の240が仕事の全体量ということになります。仕事全体が240であることがわかるわけですが、今作業終了までに A 5日、B 3日、C 4日休んだとき、この作業に要する日数どれかという問題ですので、要する日数 X日と置けば、 A はトータル X-5 日働く、 B は X-3 日、 C は X-4 日働くということになりますので、式を立てることができます。 A は1日あたり3ですので、 X-5 日では 3×X-5、 これだけの仕事をし、 B は1日あたり 3×日数で 3×X-3、 これだけの仕事をし、C は1日あたり 2×日数で 2×X-4、 これだけの仕事をして、このトータルは仕事の全体量240でありますので、右辺240と書くことができまして、この方程式を解けば良いということになります。展開しますと 3X-15 プラス 3X-9 プラス 2X-8 イコール240となりまして、左辺は 3X-3X-2X ですから 8X、 右辺がマイナス15のマイナス9のマイナス8ですから、マイナス32以降で、右辺272と出てまいります。ということで、両辺8で割りまして、X34日と出てまいります。この作業に要する日数は34日。2番正解でした。